タイパ競馬場マカオジョッキークラブは中華人民共和国マカオ特別行政区における競馬の競技団体である。競馬場はタイパ島にあるタイパ競馬場を使用している。毎年マカオ見習い機種招待競争を主催している。元は1980年に設置されたつなぎが速報競争用に設置された競馬場である。 しかしながら人気を得ることができず、経営不振に陥り、1988年に開催は中止された。その後、台湾の企業により買収され、コースを平地競争用に改修の上、1989年より競馬開催が開始されたが、人気を得ることができず大幅な欠損を生じた結果、1年で再び開催停止に至った。結局、 地元のカジノ王であるスタンレー法を中心とする財団が再買収して財政の立て直しを図り、1991年に再び競馬開催を開始した。その後も電話投票の充実や多情発売の実施が行われてきたが、カジノや長い歴史を誇るドッグレースが盛んなマカオでは競馬の人気は低い。以前は香港に電話投票窓口が設置されており、 売上額における大きなウェイトを占めていたが2002年に香港で施行された賭博条例により香港ジョッキークラブが発売するものを除いて香港域内での賭博行為が禁じられた結果閉鎖を余儀なくされ営業上の大きな打撃を受けた香港ジョッキークラブとの交流は近隣地区にありながらも最近までほとんどなかった2004年に双方の地区で 交流競争を初開催して以降2005年には香港で行われる競争の馬券発売をマカオでも開始するなど近年は交流が活発になりつつある。また最近はマレーシアやシンガポールのほか遠く南アフリカ共和国で開催される競争の馬券も発売しており積極的な展開を行っている。なおマカオで競馬が開催されたのは これが初めてではなく、19世紀の一時期に小規模な競馬が開催されたのに続き、1924年には競馬クラブが設立され、1927年には、マカオ半島北東部の埋め立て地である黒坂地区に競馬場が作られて、競馬が開催されるようになった。以後、香港で競馬を開催していない時期に競馬を開催し、香港ジョッキークラブとも交流があったが、 太平洋戦争の勃発で香港が日本に占領された影響で1942年に開催が中止され競馬場も閉鎖された。1950年代になって競馬を復活させる動きがあったものの条件が揃わずに見送られマカオではしばらく競馬が開催されることはなかった。競馬場跡地はその後農地や住宅に転用されたが馬場を転用した道路が ババダイウマジとして残っている。毎年9月下旬から翌年8月末までの11ヶ月を開催期間として設定し、毎週1から2回開催している。ちなみに2016から2017年度は全65日開催を予定している。以前は香港ジョッキークラブの開催日と重ならないようにナイター開催を火曜日に、 日中開催を土曜日か日曜日に設定していたが、最近では金曜日にナイター開催を設定し、土曜日に日中開催を設定することが多い。ただし土曜日に香港で開催がある日は日曜日の開催となる。1日のレース数は6から7競争で、フルゲートは14頭だが、最近では12頭前後の出走頭数が多い。芝、ダートともに使用され、 ダートコースでの競争の割合は、香港よりも多い。また、日本の競馬と同じく、馬番によって、機種の帽子の色柄が固定されている。海外競争とマカオでの競争が同日開催の場合、競争番号は、双方を合わせた競争順で設定されるが、マカオでの開催がなく、海外競争のみ発売される場合は、それぞれの競馬場での競争番号が、 そのまま使用される。競争馬は香港同様すべて海外からの輸入である。機種については地元出身の機種以外に香港出身者が在籍しているが海外から短期ライセンスを取得して起乗している機種の活躍が目立っている。日本から遠征した機種では1994年に岡部幸男がマカオダービーを制覇し、 内田敏夫親をかまことが長期滞在して好成績を上げたほか、2013年11月には松田大作がマカオ楽天杯を勝ち、地震初の重傷制覇を果たした。調教師は地元出身者のほか、香港や海外で開業していた調教師が在籍している。また2018年6月からは、元南関東船橋競馬場所,所属の中野翔吾が、 短期免許を取得し、レースに起乗している。http:/www.macauzine.net スラッシュ。アクションベイユニズアイタマド -1020。ありがとうございます。